皆様こんにちは、ランです。数ある動画の中からご視聴いただきいつも本当にありがとうございます。本日の動画はトッコクローゼットさんのルックブックです。早速始めていくのですが、簡単に私のプロフィールを紹介させていただきます。身長が 172.6 センチ、体重が現在53キロで、骨格がストレートでございます。トッコクローゼットさんといえば、雑誌美人百科さんのように清楚でとっても綺麗で可愛らしいお姉さんといったイメージが多いブランドではないでしょうか。私は実際結構美人百科さん系の清楚綺麗でとっても可愛いお姉さんといったイメージのブランド様なんですけれども、今回せっかくなので、普段私があまり着たりご紹介しないようなアイテムをたっぷりご紹介させていただいて、魅力が伝わったらいいなと思っております。ということで、早速一つ目のアイテムは、着用しているワンピース、後ろリボン付きウエストシャーリングシアージャガードフラワーワンピースでございます。総柄のデザインって私あんまり着てないんですけれども、こちらのワンピース、首元がキュッと V になっていて、さらにウエストがキュッとシャーリングされていて、肩も二の腕がうまく隠れるようなデザインで、体のボディラインの美しさを引き出しつつも、繊細でさらに細かすぎないお花のデザインが、とてつもなく可愛いワンピースでございました。お花もですね、ブルーだけでなくラベンダーカラーやホワイト、それからキラキラとした素材があしらわれたお花デザインなので、普段は着ないデザインのワンピースですが、私も一気にお姉さん、清楚系なお姉さんになれたのではないかなと思っております。続きまして、ルック2のご紹介です。ルック2は楽ちんな感じのキャミワンピタイプのティアードワンピースですね。今年トレンドの肌見せが叶うワンピースなんですけれども、なんとティアードということで、本当に美しいシルエットの広がり方を感じることができるワンピースとなっております。なんといっても、この細かくて綺麗なストライプが特徴的なワンピースですが、嬉しいポイントとして、下着が見えないような設計になっております。背中から見ても横から見ても下着が見えない設計なので、本当にトッコクローゼットさん、よく女性の気持ち目線になってお洋服を作られているんだなっていうことを感じました。切り替えの部分にですね、ポイントとして白いこの並々のデザインがあしらわれていることによって、より夏らしさ、可愛らしさを引き立たせてくれるワンピースでもありますよ。さあ、ルック3でございます。ルック3は私がとっても好きなミニコーデをトッコクローゼットさんのアイテムで仕上げております。一つ目のこちら紹介していくトップスはですね、大人気のトワールドジュエルがデザインされたブラウスなんですが、私今インして着用しているんですけれども、実はこちらのブラウス、ウエスト部分で一度キュッと締まり、裾に向けてふわっと広がっているようなデザインなので、とっても着痩せするブラウスです。で、何しろ今回初めてトッコクローゼットさんをご紹介しているのですが、全部着心地が良くて着やすくて、それだけじゃなくて、もう本当にこう、ここにホックがあったら下着が見えないのになとか、こうだったら着やすいのになとか、もう少し価格がこうだったらいいのになっていう、アパレルのあるある問題をですね、全て解決してくれている夢のようなブランドだなと感じました。一緒に合わせているこちらのキルティングバッグも同じトッコクローゼットさんのアイテムなんですけれども、お財布と、イヤホン、それからリップやハンカチぐらいは入るので、
結構実用性も高くて、こんなに可愛いバッグ珍しいなと思ってとてもおすすめでございます。こちらのスカートもですね、この後のルックブックで登場していきますので、このままお楽しみください。トワルドジュイブラウスもトッククローゼットさんのものは、かなり華やかでお姉さん風に着こなしができるので、新しいジャンルに挑戦したい方にもおすすめです。そして今回こちらルック4のコーディネートで、私がとってもお気に入りのブラウスがこちらです。ロングスカートと合わせるか悩んだんですけれども、あえてミニで合わせてみました。こちらのブラウスは前後ツーウェイ包帯リボンラフルフリルブラウスという商品名で、このフリルがですね、本当に綺麗な立体感でして、なかなか他のブランド様でも、見ないような立体感ですね。私は首元をリボンにして、着用しているのですが、これ後ろ前後ツーウェイで着用することもできるので、少し大人っぽさを強調したいときはリボン後ろで着用も可能です。そして履いているスカート、こちらですね、なんと5000円以下で購入ができるミニスカートということで、フリーサイドなんですけれども、背中の裏部分でこうやってレースアップになっているので、ご自身のサイズに合わせて着用することができるのもポイントが高く、スカート丈が短すぎないので、とっても綺麗にお上品に着用できるのがポイント高かったです。で、このフリル部分なんですけど、2枚の生地が重なっているので、フリルにボリューム感がかなりあるように見えます。ブラウスのフリルってなんだろう、少し立体感が足らないかもって感じるアイテムあったりするんですけれども、こちらの2枚重ねのフリルのおかげでですね、本当に遠くから見ても華やか、360度ぐるっと回っても素敵なブラウスとなっております。続きましてルック5です。ルック5はですね、もうお姉さんっていう感じのコーディネートが仕上がったんじゃないのかなと思うんですけれども、今までなんだろう、清楚系お姉さん系コーディネートってあまり挑戦してこなかったジャンルだったのですが、ドコクローゼットさんのアイテムは全て本当に着心地も良くてお気に入りだし、何しろ私に意外と合っているのがすごい嬉しくてですね、もっといろんなアイテム紹介したくなっちゃいました。こちらのトップスのブラウスはですね、これ近く行くと分かるんですけど、このひらひらっと広がっている部分がですね、こう若干透け感のある、なんていうのかな、カッティングっぽいデザインになっているのがすごく、なんだろう、おしゃれ見えがかなり引き立つようなデザインですね。で、このドットのマーメイドスカートなんですけれども、ちょっと艶やかなデザインなので、かなり高見えしますよね。5000円台で購入できるスカートにはとてもじゃないですが見えないです。シルエットも美しいので、着痩せ効果も狙えるようなスカートで、お下着が透ける感じも全くなかったです。あ、これちょっと近く来たので分かるんですけど、トップスのデザインこんな風になっているんですよ。こうやって細かい遊び心のあるデザインが本当に魅力的だなと思いました。で、ブラウス自体もですね、しっかりと首元襟がついているデザインなので、刺繍ありながら甘すぎないブラウスとなっているのが、幅広い年代の方、またはオフィスコーデとかでも着用が楽しめるアイテムだなと思いました。今履いているシューズもですね、トッコクローゼットさんのアイテムとなっております。この後また出てくるので、こちらもお楽しみにお待ちください。それでは本日あっという間ですが、最後のコーディネート紹介となります。まずはワンピースのご紹介からいきましょう。こちらのワンピースはですね、まあ、ちょっと遠目でもわかるかなと思うのですが、ケープ風のデザインになっていて、隠したいにの腕部分も隠れるようなエレガントなデザインのワンピースです。そして黒地のスカート部分はですね、特
でも軽やかで涼しげな生地なので、夏場にぴったりなワンピースです。肩周り首周りのデザインはトワルドジュイになっております。で、私前面に今リボンがあると思うんですけれども、このリボン取り外しが可能なので、つけたいところにつけることができますね。つけたいところっていうとどういうことと思うかもしれないのですが、私みたいに首前にリボンつけてもいいと思うんですけど、このケープ自体がですね、結構首詰まりでとてもお上品なワンピースなので、リボンは髪の毛のポニーテールに使ったりしても遊び心があって可愛いんじゃないかなと思いました。着脱は、今ちらっと映ったサイドのファスナーで、背中に編み上げがあるので、そちらでウエストのサイズ調整が可能と。で、首周りのトワルドジュイデザインはこんな感じです。いい感じに余白があるので、本当に綺麗なトワルドジュイだなと思いました。夏場なのでワンピースちょっと暑くて困っちゃうなっていう方にもですね、とってもこちらのワンピース涼しくておすすめでした。さあ皆さん、あっという間でしたが、トコクローゼットさん本当に魅力的だったのではないでしょうか。私も美人百科系のお姉さんになれたかな素敵なアイテムなので、ぜひ皆様もチェックしてみてくださいね。それではまた、バイバーイ。